ベトナムの雅楽は、ベトナムの宮廷で演じられた雅楽である。15世紀に中国の民から伝わった音楽を基礎として、古朝時代に誕生し、霊朝時代、元朝時代に宮廷日式として確立された。主に、笛の宮廷で演奏されてきたが、1945年に元朝が滅亡したことで奏者が離散し、この後のベトナム戦争による破壊により、一時、 忘れ去られた音楽と呼ばれて消滅の危機に瀕したが、聖徳大学の徳丸義彦教授をはじめとした人々の尽力で復活した。また、徳丸義彦の提言で、1996年に笛大学に宮廷音楽コースが設置され、2000年以降卒業生を輩出している。2003年11月7日の第2回、人類の交渉及び、 無形遺産の傑作の宣言において、傑作の宣言を受けており、無形文化遺産に登録されることが、事実上確定していたが、2009年9月の初の登録で正式に登録された。2006年11月に、笛遺跡保存センター宮廷音楽合奏団が来日し、コンサートを行っている。ベトナムの画楽は、大ーの一種、ケニア、横笛。 竿などの楽器を用いた速いテンポが特徴である。また、中国の宮廷音楽を源流としているため、日本の雅楽と姉妹関係と言われており、日本へは8世紀にチャンパ王国のソーフッツ鉄が伝えたインド系の学部が林友学として継承されている。ありがとうございます。